皆さんこんにちは。インストラクターの池田です。コアクロスへようこそ。今回は皆さんの背面のワークアウトを一緒にやっていきたいと思います。出てくる動作は全部で3つ、それぞれのワークアウトを各60秒ずつ行っていきます。それぞれの動作で強度の低いものや強度の高いものをご自身で選ぶことができます。自分のペースを見つけながら一緒にワークアウトを楽しんでいきましょう。もし必要でしたらタオルなどを用意して体の下に引いてください。では早速スタートしていきましょう。まずはうつ伏せに寝っ転がるところから準備をしていきます。うつ伏せに寝っ転がったら足と足を揃えます。手を体の後ろにセットをしてスタートしていきましょう。まず強度の低いものは両手を上に持ち上げる、下ろす、これの繰り返し。余裕がある方は体を一緒に持ち上げていきます。では60秒スタートしましょう。うつ伏せのまま親指を天井に向けて手のひらを外側に向けます。手を持ち上げることで背面の筋肉を動かしていきます。今日の余裕がある方は一緒に胸を起こすことで腰周りの筋肉まで一緒に使っていきましょう。できれば上で少し止まれるぐらい強度を上げていきます。背中腰にまだ余裕がある方はちょっとだけ体を上げて下で少し休憩します。余裕があったら上げて下ろして、これを繰り返していきましょう。あと10秒。腰周りから背面が熱くなってきたらトレーニング成功です。あと3秒。 OK、 1つ目、これでおしまいです。2つ目は今度は四つん這いの姿勢になります。肩の真下に手のひらをセットしましょう。骨盤の下に両膝をセットします。体格の手足を伸ばして下ろす、反対も伸ばして下ろす、前後に足を伸ばしていきます。腕を伸ばしていきます。ではスタートしましょう。指先を肩の高さ、かかとをお尻の高さ、ちょっと長い時間下で休憩しててももちろん大丈夫です。余裕がある方は上げたところで3秒止まって下ろしていきます。お尻、腰、背中、背面の筋肉をたくさん使っていきます。指先とつま先が遠くに伸びるように体を動かしていきましょう。頭からお尻のラインは常にまっすぐ、綺麗な一直線をキープしておきます。あと15秒。 OK、 2人ともいいフォームです。あと5秒だけいきますね。3秒しっかり止まれましたが OK、 これで2つ目がおしまいです。では最後3つ目の動作、今と同じ姿勢を作ります。では今度は手足を伸ばしたらそこから左右に手足を広げて戻して下ろす動作、これを繰り返していきます。少し姿勢が崩れそうであれば足だけを上げて開いて、これを繰り返していきましょう。さあ最後の60秒のワークアウトです。余裕があれば広げる幅を少し広く、それでも骨盤をまっすぐに背中を長くキープして行っていきます。もちろん足だけでまだ余裕があったら腕をつけて、小さな幅でももちろん大丈夫です。バランスをとって背中をまっすぐ、あと30秒繰り返します。
幅が広がっても常にまっすぐ綺麗な上半身の姿勢をキープしておきます。お尻も腰も背中もしっかり動いてますね。あと10秒で背面のワークアウト最後です。最後までまっすぐ綺麗なラインをキープして OK、 これでおしまいです。ではそのまま背中を丸めて背骨を天井に近づけましょう。体を起こします。 OK、 お疲れ様でした。他にも、違う部位のワークアウトの動画がありますので、ぜひそちらも見てみてください。お疲れ様でした。